俺だよということで、どうもおはようございます。こんにちは、こんばんは。レオジンと申します。モンスターハンターワールド実況アプリ撮らせていただきます。よろしくお願いいたします。皆さん、スタンという言葉をご存知でしょうか？まあ、皆さん知ってると思います。季節のことをですね、まあ、特に狩猟笛やハンマーなどが、まあ、スタンという言葉をよく使うんじゃないかなと思います。まあ、実はですね、このモンハンワールドですね、武器スキル、あ、武器じゃねえや、装備スキルでですね、まあ、ガロンシリーズなんですけども、こちら、武器出し攻撃に気絶を誘発させる、まあ、スタンですね、スタンが追加されて、まあ、その強化されで攻撃力も少し上がるという、まあ、スキルがあるんですね。抜刀術、力なんですけども、まあ、要するにガンランスの、まあ、武器出し攻撃ですね、突き上げみたいなやつにスタンがつくということになりますね。まあ、だからまあガンランスでもスタンが理論上取れるということになりますよね。何回でも当てたらそらスタンが取れるわけなんですけども、実はガンランスの叩きつけという技に実はスタン能力があったと報告があったので、まあ、実際に本当にスタンが取れるのかという検証のね、動画をね、今から撮っていこうかなと思います。まあ、叩きつけにスタンは自分も結構ガンランス使ってますけど、あんまり耳にしないですね。叩きつけってあれ斬撃じゃねえのっていう、まあ、尻尾は切れるんですよ、叩きつけで。だから斬撃だとずっと思ってたんですけど、実はスタンも取れるらしい。だから実質なんていうのかな、まあ、このシリーズスキルだから武器の突き出し攻撃と叩きつけでスタンが取れる、まあ、この2つで取れる。まあ、他の技にもスタン取れる技ってあるじゃないですか。まあ、片手剣だったら縦攻撃があるし、でランスには縦の突き出しとかね、あるじゃないですか。で、まあ、他にもなんかいろいろメッキ弾とか、メッキ弾じゃねえやメッキ瓶とかで、スラークとかでもスタン取れるっていう、まあ、あれの感じですね。ガンランスでも、武器出し攻撃と叩きつけてスタンが入るということなんで、まあ、今回ねこのガロンシリーズを使ってね、ちょっとスタン取ってみようかなと思います。さあ、ということで今回狩猟していくのはリオレイヤーですね。比較的頭が狙いやすいモンスターで検証していきたいなと思います。まあ、ガンランスでスタンか。もしこれがめちゃくちゃ使えるんやったら普通にあれだけどね、やっていきましょうか。さあ、ということで、まあ、リオレイヤーを探していくわけですけども、今回強打の装衣、まあですね、スタンが取りやすくなる、まあ、強打の装衣という、まあ、アイテムがあるんですけども、今回はあれを使わずにね、装備だけで、やっていこうかなと思います。まあ、あいつ使ったら、まあ、大体スタン取れるだろうっていうことなんで、まあ、実際に、まあ、ガンランスのこの力だけで、まあ、スタンが取れるかどうかを、ね、検証していきたいなと思います。カットします。よし、見つけた。よし、じゃあやっていきましょうか。違う、いやいや、ごめんごめん、そこで閃光玉出したの俺なんやけど、まず武器出し攻撃で、あー、スタン取れない。一応武器出し攻撃なので、まあ、スタンが取れるのはなんで脳刀術をつけて、あ、入ってるね、スタン、しっかりとスタン取ってる。だから効果は大丈夫。じゃあ問題はよ、叩きつけにスタンがあるかどうかよ。もしあるんだったらエフェクトが出るはず。惜しい、これちょうどいいやん。はい、厚み、くそ、羽に当たったか。そう、縦に範囲がねあるからね、なかなか頭にってのはなかなか難しいんじゃない。うわ、ね、ナイスバヒ、素晴らしい。それある、お、取れた、お、取れた、スタン取れましたよ。ガンランスと叩きつけにスタンがある、あれ、あれ、さっきエフェクト出たり出なかったりすんな、なんかあんのか、確率が。あいだー、はー、いや、でもスタン取れるけど、叩きつけにスタンはあったけど、取れた、スタン取っ、スタンってか、まあ、取れてる、まあ、これはいいったい、これはシリーズスキルやから、これは絶対取れるんやけど、あれ、叩きつけどうなんだ、さっき入ったけど、お前、でしょ、違う、頭に当てないか。こうして、ここ。あれ、入ってない。スタン。入ってないな、あれ。入らんかったり、入ったりすんのか、これ。なかなか、ちょっと待ってよ。判定が分からん。なんかあんのか、なんか先っぽだけとか、そういうパターン、これ。
実は先っぽ斬撃で真ん中打撃ですみたいな、そういう隠し要素的なパターンなのか。そんなことないよな、そんなの俺聞いたことないわ。はい、ストーン取れる。え、なんでだ。叩きつけにスタンはあるのは分かった。うん、ここにある。うん、武器出しある。叩きつけにスタンはある、ありますが、なんかランダムだね。ランダム？そんなわけないやろ、そんなことないやろ。行くぜ。はい、スタン入ってない。うん、はい、あ、外した。なんでだ、ランダムなのか。いや、ランダムなわけない、多分絶対何かあらず。取れた、2回目。分かる、それ2回目はいいよ。で1回取った、入ってないわ。なんかあんのか。うん、これでスタンは取れる。うん、これは分かるんよ。叩きつけのなんでだろう、スタンが取れる判定が分からない。ちょっと待ってくれ、これはどういうことなんだ。考えられることは3つありますよね。まず1つは、あのガンランスの叩きつけという技に判定がある。先っぽ斬撃真ん中で下が打撃っていう可能性がある。でもしくは、あの完全にランダム、あのスタンが取れるパーセンテージがあらかじめ決まってるか、それか今ちょっと頭の中に思い出したのが、武器出した時のこの後の連携がそのスタン能力引き継がれるっていう、これをあえて外して叩きつけしたらスタンが取れるってことだとしたら、かなり難易度高いけどねこれ。まあ考えられることは3つですよね。だからこれ当てちゃったらもう他の攻撃にスタンが乗らないけど、叩きつけだけにそのスタンが乗るっていう、なんか言ってることいいよ、よくわかんねえな。だからこれスタン取れるもんな、これでスタン取ってる。エフェクトが出てないけどスタン実は入ってるパターンか、4パターンか。どれだ本当の正解は、わかんねえよ。やってみよう。一発目だけ当て外してってできないわ。一発目だけ外す、叩きつけだけ当てるのってめっちゃむずくない。え、めっちゃむずい、それいけるかな俺。いや無理無理、もうスタン入るもんね。ここはカッチリ入ってる、 100% や絶対。ここ入らんか、叩きつけだけ当てるのってむずくねえか。むずい、めっちゃむずいこれ。わからん、条件がわからん。叩きつけが入ったり入らんかったりしてる。どういうことですかね。ちょっとこれはちょっと僕の知識じゃちょっと足りてないので、ちょっとガンランサーの人はちょっと教えていただきたいですね。叩きつけのそのスタンが乗る条件ですね。いやーマジか、ランダムってことは多分ないから、いやこれでもスタン取れんだよな。ただ時間効率めちゃくちゃ悪いけどねこれ。ガンランスでもスタンは取れるけども実用性はほぼないなこれ。やってみたけども効率が悪すぎる。あー当たってない。なんか敵がスタン取られたら30秒ぐらいダウンするとかやったら元取れるかもしれんけど、そうでもないからな。実用性はほぼないと言っても過言ではない。ただスタンが取れるのは面白いのは面白いんだけど、叩きつけの条件がわからない。違うなぁ。叩きつけこっちから角度入れて、はい、あ、惜しい。いや叩きこの切り洗い柄の叩きつけがね角度変えれないんだよな。たまたまスタンに3回目。まあソロだから取れるけどさ、ここら辺でこうどうだ、入らない。いやむずい、当てるのがむずい。いや取れてないもんな、これじゃダメだもんな。この武器出しスタン攻撃がこれ今スタン状態取れる、これがスタン攻撃やけど、実はここまでスタンが引き継がれてるパターンなのか完全ランダムなのか。いやでもなんか最初の方叩きつけてスタン入った気がするんだよね。
入ったはずないんやけど、なんだろうな、わかんないな。ランダムなのかな。ランダムやったら、まじ、ますます重要性がねえぞ、これ。テトルがいるな。どこにテトルいる？こっちか。テトルに拘束、拘束してもらって、頭の位置をこう固定させてもらおう、こいつに。テトルに。どこ行けたやつ。逃げたんかな、これ。逃げたな。なかなか、いろいろこう、ガンランスってだけでも、ほんと奥深いな、マジで。いろんな条件があるな。カットします。足らないように、叩きつけだけやる。むずい。めっちゃむずい、これ。叩きつけだけ当てる。無理だよねー。いや、叩きつけに判定ねえぞ、やっぱり。ねえぞ、叩きつけに。でも、出たんだよ、スターン。出たんだよな、スターン。なんでだろう。入るんか。跳ねか、今の。なんか条件が何個か、可能性はあるけど、どれが正解なのかはちょっと申し訳ないから、今、現段階では分かんねえな。ただ、おおよその予想はでき、予想はね、できるようになったね。何？あ、いた。叩きつけにもスタンがあるけど、その発生条件がいまいちちょっと分かってないっていうのがちょっと、あれですね。スタン当たんねえな、これ。なんか、また新たな、ガンランスの形としては、まあ、面白いかもわかりませんけども、まあ、ガンランスでスタン取る必要がねえな、これ。いや、マジでマジで。余計に時間かかる。これダウンで、これ角度さ、当たるか。こうずらして、ここ。当たんねえ。麻痺、素晴らしい。当たるよね、それ。違うんだよな。これどうしたらいいんだろう。若干角度つけて、ここ。入らんな。角度がつけれんな。2発目だけ、叩きつけ2発目だけを当てるってのがむずいわ。段差とか使えばいけるかもしれんけど、段差の近くまでで頭持ってこねえもん、こいつ。はーい。違うもんな、それ。いや、これはちょっとなー。まあ、検証動画だからまあいいですけど、まあもうあくまでもため、もしスタン取りたいんだったらソロでしょうね、これ。もうマルチだと、ほぼ意味ないな。もうみんなあらかじめもう打撃系、スタンばっか取るパーティーを以前に組むかぐらいせんと、もうほぼ意味ないな。機能しないな、これは。スタンは本当にもうハンマーのスペシャリストに任せた方がいいですね。じゃあおさらいしましょう。叩きつけにスタンが最初の方に発生したので、叩きつけにスタンはありますが、その発生条件の可能性が3つありましたね。まず1つは、その当たり判定の、説ですね。先っぽが斬撃で、なんか内側が、スタンなのか、もしくはその逆なのかっていう可能性のと、スタン発生させる確率は完全にランダム。もう叩きつけしたらたまにスタン取れるよってなるのか、それともこう武器出しモーション、武器出し攻撃ですね。こちらの攻撃、あ、違う違う違う、こちらの攻撃の後の2発目だけ当てることによって、その、まあ、仕様なのかバグかわからないが、オドガロンのシリーズスキル、バット術、力が適用されるので、もし叩きつけをスタン取らせるのであれば、1回目の武器出し攻撃をかわしつつ、2回目の叩きつけだけを当てなきゃいけないということをしなきゃいけないのか。まあ、結論から言うと、叩きつけにスタンはあるんだけど、その発生させる条件がすごく厳しいってことが今回分かりましたね。まあ、そうですね、ガンランスでスタン取りたいなって思ったことは僕は一回もないんですけど。 まあでも取れるっていうことは可能性はあるよね。もしかしたらいろんなカスタムまた追加されていったら、もしかしたらガンランススタンのね、可能性も出てくるのではないかな、どうかな、わかんないな、ちょっと。ちょっとわかりませんけども。ということで、検証動画でした。ご視聴お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。